はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはダイガスタスフィアードという地獄のようなモンスターをご存知でしょうか。このモンスターですね、あのクソデッキ製造マシーンと言われてまして、どういう効果持ってるかっていうと、新規のモンスターレベル6なんですけど、チューナープラスチューナー以外のガスタと名付いたモンスター1体以上で作れる新規のモンスター。このカードがシンクロ召喚に成功したら、自分の墓地のガスタと名付いたカードを手札に加えると。まあ、こんな効果は正直そんなにどうでもよくて、これちょっと下の効果を見てください。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分のフィールドのガスタと名の付いたモンスターの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは、代わりに相手が受けると。また、このカードは戦闘では破壊されない。うぜぇうざすぎわろたということで、今回はこのダイガスタスフィアードさんをぶっ立ててガスタでひたすら自爆特攻して勝つっていうカスみたいなデッキを作ってきました。ですね、このデッキ、このモンスターのやっぱいいところは、横のモンスターも自爆特攻して、まあ、アマゾネスの剣士みたいな感じになれるんですよ。全員がガスタだったら、だからガスタ横に並べて自爆特攻しまくればいいんですけど、ガスタっていうのはですね、戦闘で破壊されたりとかすると、結構デッキからリクルートしてくる効果を持ってまして、まあ、例えばですね、ガスタガルドとか、それからガスタイグルとか、このガスタの希望カムイとかっていうモンスターが、まあ、いくつか入ってるんだけど、例えばガスタガードだったら、このカードがフィールド上から墓地を送られた時、デッキからレベル2以下のガスタと名付いたモンスターを特殊ができるということで、まあ、こうやって自爆特攻すると、ガスタイグルが出てきます。はい、でイーグルさんはこのカードが戦闘時によって破壊されると、デッキから中南以外のレベル4以下のガスタの実際モンスターを特殊召喚できるよと。でこれで、ガスタの希望カムイを出してきて自爆特攻するっていう感じですね。まあ、ちょっとねここで止まっちゃうんだけど、まあ、ずっと永遠にね自爆特攻することはできないんだけど、一応、ガスタガルドイーグルカムイっていう順番で自爆特攻していけば、500、200、200っていうゴミみたいな打点で自爆特攻できるんで、ものすごいダメージが相手のライフに入るんですよね。まあ、これを今回は狙っていきたいというふうに思っております。はい、でどういうふうにそのガスタ大ガスタスフィアードを並べていけばいいかっていう話なんですよね。だからまあレベル6のシンクロをしなければいけないんだけど、これちょっと難しくて、チューナープラスチューナー以外のガスタと名の付いたモンスター1体以上を巻き込まないといけないんですよね。なんでいろいろ特殊召喚するモンスターとか特殊召喚する方法をいくつか入れてるんですけど、まずは緊急テレポートっていう、これサイキック族をねデッキから特殊召喚できるんですけども、これねガスタの新鋭ピリカっていう、このモンスターが大ガスタスフィアードを出すのに非常に優秀で、ピリカを特殊召喚、召喚特殊召喚に成功すると自分の墓地のね活属性チューナー一体を特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。だからイグルとかガルドが墓地を送られている場合、ピリカを特殊召喚すれば、蘇生して6進化ができると。これ非チューナーなんでね。はい、とかあとベゼルとかもいて、ベゼルは、召喚特殊召喚に成功すると、デッキからガスタモンスターを墓地を送りながら、その後手札からガスタを特殊召喚できるよっていうことなんで、これで墓地のね、ガスタガールドを送りながら、手札からピリカ出すとかもできるんで、まあ、この辺でね横に並べて、出していくっていう感じですね。ちょっとですね横に並べる方法がちょっと難しいんですよ。ガスタってそんなに展開力ないんで、一回その戦闘で破壊してもらってから動くテーマなんで、初手でやるのちょっと難しいんですけど、まあこの辺の緊急テレポートとか、あとこれですね、ガスタへの追い風、これガスタに装備して装備モンスターのレベルランクによって以下の効果を得るっていうことなんですけども、4以下だったら装備モンスターとは種族が異なるガスタモンスター一体をデッキから特殊召喚できるよっていう効果、それから5以上だったらデッキからレベル1チューナーを特殊召喚できるよっていう効果があるんで、これでデッキから例えばピリカに、装備すると、まあ、ガルドが出てきたり、ガルドに装備すればピリカが出てきたりするんで、こうやって、横に並べていきます。で横に並べた上で、そのガスタガルドとかを出さないといけないので、まあ、ちょっと召喚権が若干で足りなくなることがあるんですよね。この辺はなんかその緊急テレポートとか、まあ、ガスタへの追い風とかの特殊召喚を使って補っていくっていう感じ、まあ、最悪ガスタガルドをセットしておいても、まあ、一応リクルートはできるんで、なんとかなるかなっていう感じはしますね。はい、でですね、じゃあどうやって相手のモンスターをそのぶん殴るときに相手のフィールド上に強いモンスターを並べるかっていう話なわけですよね。
要は自爆特攻するにしちゃって相手のモンスターが強くないといけないですよね。相手のモンスターが強ければ強いほど大ガスタスフィアルさんは効果を発揮するんで、強いモンスターを相手のフィールドに用意しなければならないということで、本日はもうガン詰めしました。怪獣さんですサンダーザキングさんとジズキエルさんっていう、もう単純に打点が高い怪獣を6匹積んでまして、でこいつらを相手のフィールド上に特殊召喚して、でこいつらに自爆特攻するっていうね、そういうねゴミみたいな敵です。はい。でまあ、あの他の採用カードは、まあ、いくつかあるんだけど、まあ、一応墓地に送れるからケルベイニとかを出せるようにこの辺のレイゴマックスとかタケトンボングとかが入ってまして、まあ、この辺はねあのゴムガンとかも出せるんで、あのゴムガンあの風属性の召喚権増えるんですよ。なんであのゴムガンとかを出していくこともできるし、ケルベイニも出していけるんで、まあ、意外と召喚権使わずにねこの辺のモンスターが出せるっていうことで入れてます。であと、今回のデッキ完全に高校用なんで、完全先行マジでやることないんですよ。あのガスタカルドセットぐらいしかやってないからなので、ライトニングストームとか、まあ、ハーピーのハリボーキとか増殖出陣とかこういう広告用のね、カードがいっぱい入ってるっていう感じですね。であのウララとかはなんかその止まっちゃうと逆に相手のフィールドのモンスターがなんか弱くなってなんかあんま良くないみたいな話あるんで、ちょっといりません。はい、今回はこんな感じで、で愚かな埋葬とか死者蘇生とか の展開をサポートしてくれるカードが入ってるっていう感じですね。でエクストラデッキは正直もっと強くできると思うんですよ。マジ適当っす。マジ適当。ダイガスタスフィアード出せればいいかなと思ってなんか組んでるんで、マジ適当なんで、ここはなんかもうちょっと、そのシンクロギミックに乗せるなりなんなりできるんで、ちょっとここは研究してください。僕はもうこれしか出さないんで、ほとんど。これしか出さないんで、これ3枚以外マジでいらねえと思って、クソ適当に組んでるんですけど、ここはもうちょっと、何ちゃんと組んだ方がいい。まあ、一応あった方がいいかなって思うのは、このトーテンバードっていうね、謎のモンスター。これ、活属性レベル3で作れて、このカードのエクシーサイを2つ除くとそのマホトラップカードの効果無効にできるんですよ。だから一応その制圧的なことできるんでちょっとだけ、はい、なので、こいつはあった方がいいかなっていう感じですけど、あとはマジでクソ適当に組んでるんで、まあこの辺はちょっとご了承いただければなと思います。はい、合金のコストですからねこんなもの。はい、早速ねダイガスタスフィアロさんによる自爆特攻をお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ皆さん、伝統芸能をお見舞いしていきますよ。伝統芸能をね、増殖する G 通ります？僕の増殖する G 通るかどうかだけちょっと教えていただきたいんですよね。え？え？何これ、何やってんの。04環境デュエルやってんじゃないんだからさ、レイバーデュエルですけど。おいふざけんなよ、なんかあまりにも展開すぎて逆に困るやんけ。怪獣引こう、一回。怪獣引いたらなんか手札的にはいけそう。怪獣一回引こう。怪獣、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 怪獣。来ないんだよね。来ないんだよね。そう、来ないんだよ。とりあえずおもちゃで遊んでく？ちょっとコマと、竹とんぼで遊んでいこう。コマ出して、で竹とんぼ持ってきて、で竹とんぼを特殊召喚して、でちょっと若干遊んでいくスタイルでいきましょう。あのね、怪獣、あ、要はあのガスタの自爆特攻って、あの相手フィールド上に打点が高いモンスターを用意しなきゃいけなくて、まあ、怪獣とかでなんかその用意しなきゃいけないんですよ。いわゆる最強のその壁を、自爆特攻するための壁を今ないんですよね。これ反動的には多分これ強いんですよ。多分いけるんですけど、これ全然余裕でいけるんですけど、相手の場にモンスターがいなくて、なんかセットエンドとかいうなんか地獄みたいなこと起きてるんで、ちょっと一回ですね、ゲルビーニさん出していくしかないですね。はい。で、B に行こうか。黒天使効果でガスタカルド落として、で、一旦とりあえずゲルビーニちゃんの、打点をアップしていくスタイル。あの世界なんだ？なんか一生違うな。わからねえな、これ。一旦バトルフェーズ入ります、もはやそれはなめぶしすぎるか。いやでもあの世界のも怖いんだよな、まあ、一応出すか。召喚機まだ使ってないもんね。緊急テレポート出して、まあ、こっからでも一応動けるんで多分なんとかなりそうですね。スフィアル出しましょう一回ね。で、ピリカちゃんね、これ最強のモンスター、これピリカちゃん、ピリカちゃん特殊召喚して、でピリカちゃん特殊召喚するとキャー助けてートリッピーって言って、トリッピーが墓地から出てくる。はい、でトリッピーとピリカちゃんでシンクロ召喚して、
なんか戦闘無敵みたいなやつ出しましょう。こいつ戦闘無敵なんですよ。レベル3のピリカちゃんにレベル3の鳥をチューニングしていく。シンクロ召喚ガスタ最強モンスター大ガスタスフィアード。このモンスターはシンクロ、あ間違えた、シンクロ召喚に成功した場合墓地のなんかガスタ系のカードを回収することができる。これによってピリカを回収で、これでまだ召喚権使ってないんで、ガスタガルドを、まあ、鳥を召喚すれば自爆特攻対決整うんですけども、相手の場が弱すぎまして一回バトルします。ちょっと一回バトルしてこれ殴りますか。その伏せカード何、そしてその伏せモンスター何、スケープゴースト。スケープゴースト、どういうこと、どういうデッキこれ。やばいぞ、でもトークンめっちゃ出てくるのこれ、やばいな。これあれだな、これこのままほっとくとこれすごい盤面並んでリンク召喚で絶望的な盤面作られる可能性あるな。ちょっと待ってくださいね、一回投げましょう。はい。なんか光ってんだよね一生あれ。アームズコール、どういうこと、わからん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 。団結の力、え、まさか装備するんですか、まさか装備するんですか、するんですね。やばいこと、やばいこと起きてんな、おい、やばいこと起きてるぞ、おい、やばいな、やばいな、メイン2それかなりやばいな。いやこれはもうガルドセットしとくしかねえか。じゃあこれドローフェーズにもうゴキブリ投げてリンク召喚封じた方がいいですね、これ多分ね。ちょっとなんだっけ、追い風はちょっとなんだっけ装備せずに行きたいと思います。はい、とりあえずご増殖する G で。ちなみにダイガスタスフィアードさんはあでもあつけといてもよかったしね、装備つけといてもよかったかもしれないわ。言うてハンド結構強いから割と、はいはい、すごいカード入ってるね。ディスカバーヒッポ、これなんかヘルテンペスとかなんかに使われるさ、なんかいやじゃん、これヘルテン かまされるやつこれ。俺大丈夫でもダイガスタスフィアードさんはダメージ的には相手に入るんですよね。相手の戦闘ダメージは相手に入るっていう効果なんですけど、何この絶望的な戦い。おい、なんだお敵正面、このモンスターは戦闘では破壊されず、このモンスターの戦闘で発生する、いやガスタと名付いたモンスターの戦闘によって発生するダメージはお前が受けるんだよ。敵正面やおら、おい、何このゴミデッキ、俺が言えたことじゃないけど、何このゴミ、来た来たけども、3200ある相手。いいや、もう怪獣出す必要性 もねえわ、もはや。ガスタガルドを反転召喚。このモンスターの戦闘で発生するダメージはお前が受けるんだぜ。さあ、ガスタへの追い風を発動し、ガスタガルドに装備し、デッキよりガスタモンスター1体を特殊召喚できる。これによって、ガスタの、なんか、なんだっけこいつ、ガスタの希望カムイを召喚。俺にとっては希望だけど、お前にとっては絶望かもしれんな。効果発動するか。しとこ。ガスタベズルの効果を発動。ガスタベズルの効果によって、デッキから墓地にガスタモンスターを送りながら、手札からガスタモンスター1体を特殊召喚できる。これによって、クソザコモンスター、ガスタグリフを特殊召喚。なんでこんな雑魚モンスターを並べるかって、このモンスターたちの戦闘で発生するダメージは全てお前が受けるからだよ。さあ絶望的な戦闘ダメージを食らえ。ガスタガルドは戦闘で破壊された場合モンスターを特殊召喚できる。よくもやってくれたな。今知っていった鳥たちの悲しみを知れ。いけガスタドシンエプリカ、うおー、うん。ちょっと俺もクソデッキだけどさ、あなたのデッキもなかなかのクソデッキですね。なんかクソデッキを使ってるとクソデッキにしか当たんねえっていう説ある。さっきからさ、なんかまあ基本的にその僕ってあのクソデッキ製造工場って呼ばれてるんですよ。なのであのクソデッキしか結構使わないんですけど、割とクソデッキ製造工場を使工場長はあのクソデッキを使いまくってるんで、クソデッキとしか当たんなかったましたね。はい、これもしかしたらあのルイは友を呼ぶっていうやつかもしれません。もうなんかもうこれセットエンドとかもうなんか、もうクソデッキの匂いしか
しないけど大丈夫。何このセットエンド。どうなってんだよ。いや一応ルーム戦じゃなくて今回ランク戦で撮影してるんですけどね、一応、まあ、ゴールドですけどまだ月謝なんで、ガスタへの追い風を発動するか、まあ、ガスタへの追い風を発動したらなんかあるな、同時かゴキブリくらい許してあるぞ別に。さあなんかあるか、あうららめんど、マジか、うららめんどいな、うららめんどいな。ガスターへの追い風の効果で特殊召喚はできなくなってしまったんだったら、もうもはやこれターンエンドあるね。もはやターンエンドあるね。これこのモンスターは今戦闘では破壊されるとリクルートできるし効果でも破壊されないんで、ちなみにこの追い風を装備しているモンスターは効果でも破壊されないっていうのがすごい強い耐性を得るぜ。さあどうだ、ドヤ顔ガスタガルド攻撃表示エンドだ。これがガスタよ。ガスタってあんまり展開力ないんでね、ヌメロンネットワーク、え、それ発動で逆ね、それモンスターいるけど大丈夫、なんかメインモンスターゾーンにそれどかさないと。はい、なるほど、ヌメロンウォール。え、いや出してもいいですけど、え、これ何もできなくね、これ相手のフィールド上にモンスターいたら何も起きないってなんかおばあちゃん言ってましたよ、うちのおばあちゃんが、うちのおばあちゃんもデビュー人なんでね。なこれバトル、なこれどういうことや、なこいつ。じゃあガスタの追い風通してよかっただろ、ヌメロンネットワーク発動したいんだったらガスタの追い風通せよ。まあ、いいや、とりあえずガスタガルドの効果を発動するぜ。戦闘で破壊してくれてありがとうよ。このモンスターは戦闘で破壊された場合ガスタイグルをデッキから特殊召喚することができる。ちなみにこのモンスターも破壊されるとまたリクルートするぜ、いろんなモンスターが。こうやって戦闘で破壊されたらめっちゃデッキから出てきてなんかすげえ遅延声をしていく、これがガスタデッキ、めちゃくちゃうざいです。ちなみに、はい、ライトニングストーム腐りましたね、まあ、相手もヌメロネットワーク腐ってますけどね。ベイゴマックス、ベイゴマックス、何これ、ああ、はい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 、なるほど。まあちょっと怪獣引けないんだよな、6枚入ってるんですけどね、俺怪獣なかなか来ないですね。とりあえずピリカ召喚するか、でピリカ召喚してピリカ効果発動する、でピリカ効果で墓地のガスタガルドを特殊召喚したいんだけど、なんかある、なんかあるね、一生なんかあるね。あーでもアルミラージの効果で一応フリチェがあるからあれか、ここは光るのか絶対に。でまあとりあえず当たり前に大ガスタスフィアードを出していく。このモンスターはガスタモンスターが戦闘を行う場合全て戦闘ダメージはお前が受けることになるぜ。そして大ガスタスフィアードの効果を発動、墓地のガスタモンスター一体を手札に加えることができる。これによってこれはガルドですか、ガルドを引っ張ってきて、で装備魔法あるから装備魔法を回収、除外回収して、除外回収からのちょっとさ、なんかさ、もうちょっと強いモンスター出してくれよ、なんか3000くらいあるやつ、確かに2750くらい打点があると 1K 取れるんだけど、まあ一応ちょっと装備魔法は除外して装備魔法は持ってこよう。はい、ガスタの追い風を除外すると手札からカードを1枚墓地を送りながら、火力戦モンスターを送りながら大ガスタ、ガスタの魔法トラップカードを手札に加えるっていう効果を持っている。うらら。うらら投げすぎだろこいつ。いやなんか、いやいいけどさ、俺どかさないよモンスター。じゃあそのメインモンスターゾーンにモンスター出したことを一生食いて生きるお前は。いいよもう、カービィの羽ぼっきもなんかする必要性すらねえな。一応打つか、一応打つ説もあるな、一応打とう。はい、どうする、まだなんかあんの、ああ、それこれはアルミラージ、さすがにこれはアルミラージか。バトルフェーズ、大ガスタスフィアぶん殴んないから待って、こうしてでこれどかしてどいて、はい、でそれ逃げるよね、で効果がしなくなるよね、それが、はい、で攻撃続けないんだよ、攻撃続けない。もうなんかもう置いとこ。これ困るぞ、これ困るだろう、これ困るだろう。ヌメロン側何もしねえからな、ほらソロモンスターを自分で投下しな、じゃねえとヌメロンネットワークは発動できねえな。大丈夫かヌメロン使いよ、そこのモンスターをセットしてしまったのがあだになってしまったようですね。追い風を裏で無効にするか、そうなるんですよあれ、スルーしてぶん殴らせるでよかったのに。
残念でしたね。悔しいでしょうね。お、ちょ、そろそろもう怪獣引こう。一回セット、怪獣サンダーザキング。あ、地図機、あ、まあいいよいいよ、オッケー、そっちでもいい。ちょっとどいてくれる？君のモンスターはいただいた。場所は正直どこでもいいけど、お前どけ。んー、よし。そしてガスタガルドを召喚。さあ、残機の用意はできてるか。いけー。そしてガスタガルドの効果を発動。ガスタガルド破壊された場合、ガスタイーグルを特殊召喚できるぜ。よくもやってくれたな。お前に破壊された鳥たちの怒りを知れ。今こそ革命の呪しを上げろ。うわあ、うん、ざま。反動は割といいね。増殖する G 通ります。てかもうなんか増殖する G 通んねえことなんか多いって聞いてたんですけど、なんかすげえ通るんだけど。緊急テレポーター打ち得じゃない？増殖する G をとりあえずぶん投げる。増殖する G ぶん殴らしてもらって、よし通った、やったぜ通った。あ、結構通るんだよね。なんかみんな裏で持ってないのかな。意外となんか通る。はい、なんかランクマのランク戦のそのなんかあのランク戦の違いみたいなのあるんだろうね。多分プラチナくらいに行くと通らなくなるんだろうね。まだ今俺これ撮影してたね、あのところランク帯ゴールドだからさ、なんか余裕で通るんだよね。はい、バスターモード、なるほど。バスタービーストを特殊召喚して、なるほどね。はい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 、いいですよ。なんかなかなかヤバそうな展開するんじゃん。死ぬほど泥だけでいいよ、大丈夫？あ、全然止まんねえじゃん。ハリファイバー、え、まだまだ泥させてくれんの？全然止まんねえじゃん。お、怪獣で分からせよ。マジで一発怪獣バチコルト。怪獣もなんかライストも入ってるからなんか結構いけると思うんだよね。妨害する的には割となんか踏み越えれるかなって思ってるんだけど、全然止まんねえじゃん。アウロラド、じゃ全部やるじゃん。ちょっとこいつ全部やるじゃん。やば、待って、ちょお前止まれよさすがに。いや、もういい、ちょさすがにさ、ドローさせすぎでしょ。やばいって、手札の枚数えげつらいことになってるって。やばいやばいやばい、ちょ止まれよ。ちょあんまりドロー、そのドローさせられすぎると、そのリクルートがデッキからしかできないんで、ちょ引きすぎるのよくないんですよね。やばい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 、いやなんかすごいこと起きてる、見てほら。手札やば、ちょ全然止まんねえけど、なんかさ、その貫通ドローさせられるのはいいんだけど、え、こいつ何これ、この効果。このカードがすでにモンスターと遭遇する状態で自爆神モンスターが召喚された場合、相手のライフは3000になる。うざ。じゃあうざ、ええ、待って、これもしかして死ぬか。自爆神アスラピスクさんってどんな子でしたっけ。やばいやばい、なんかやばいこと起きてる。なんかさ、フィールドから離れたらなんかそのやばいこと起きるみたいな効果書いてなかったっけ、あいつ。この表側表示のこのカードが、このカードの効果以外の方法でフィールド上から離れたとき、相手フィールド上の表側表示モンスターすべて破壊して、破壊したモンスターの数かける。えっ、それは聞いてないよ。